船釣りの作法。今回は神奈川県剣崎松和港より出船し、佐々木くんと一緒にカワハギを狙います。カワハギ釣りの基本、縦の釣りをテーマに一日過ごそうと思います。カワハギで縦の釣りってやっぱり、まあ、基本中の基本、そこができないとやっぱりその先が成立しない。やっぱりまずそこを攻略するっていう考え方ですかね、まあ、攻略するっていうのもそれができないと先に進めない、はい、カワハギでは一番単純な作業ですけど、やっぱり一番奥が深いが縦の釣りかなとは思いますね。そうですね、水温が結構今港の中でも16度台になっていて、で魚も浅いところからだんだん落ちて今深みに固まってきてるんですよね。だ結構ね反応も出てて、いるところに入れば本当に何人もバラバラって当たるような感じで、結構ねいい感じなんです。鈴木が使用するタックルはロッドステファーの SS MH の175、リールはステファーの SS 100、ラインは P0.85、 重りは30号になります。佐々木が使用するタックルはロッドはステファーノの SS M180、 リールはステファーノ SS 101HG で、ラインは P1号 200m、 重りは30号です。餌付けですが、水管、ベロ、綿、これの順番につけていきます。まずは水管に1回、でベロにも1回、最後綿、紐の部分に通して針先をちょっと出す。これで餌付けの完了です。7時出船、およそ10分かけてポイント到着です。縦の釣りとは魚と1対1で勝負する釣りだと思ってます。どういうことかというと、縦の釣り基本的には重りを切って釣る釣りなので、魚が寄ってきた、寄ってきてから魚を食わせる、で食わせた、この動作っていうのを魚と自分が1対1で勝負する、これこそが縦の釣りだと思ってます。ここ毘沙門沖だと根がやっぱ激しいところもあるし、今探検丸見てても結構1メーターぐらいの起伏があるような場所なんで、まずは上から広めに 1.5 から1メーターぐらいから様子を見てって、下に下にっていう感じで縦で探っていきます。具体的にはもう縦で 1.5 から1メーターそこまでを丁寧に下まで探っていく、ゆさゆさ竿を揺すりながら餌を動かしながらちょっと早めのトーンで誘っていくっていうのが様子を見るになります。で何やってるかっていうと、それで当たってくる魚、カワハギだけじゃなくて他のゲストたちの活性とかも見てみて、誘いを早くするか落としていくかっていうのを決めていくのが様子を見るっていうことになります。で当たり触りがなかったら、この誘いをゆっくり落としていく、まあ、もしくは棚をもうちょっと低く狭く丁寧に探るっていうような落とし方をします。その魚がどこにいるかで、いた場合どの速さで食うのか、上からついてくるのか下からついてくるのか、根回りから動かないのかっていうのを一瞬で一回の動きでそれを感じるための、何でしょう、方法っていうんですかね。まず魚の居場所を見つけるためにパイロットっていう動作をします。まず、まあ、下はちょっと結構ガチャガチャしてるんで、一応今重りギリギリから50センチぐらい、ちょっと朝は多分棚が低めだと思うんで、まあ、その辺をゆっくり今パイロットしてたんですけど、一回ちょっと触ったんで、今触ったとこでですね、決め打ち、あんまり魚のパイロットしてる時にね、魚からのコンタクトがあんまりないんですけど、あったとこで今決め打ちでね、揺すって餌見せてます。でこれで当たるようだったらもうそこを集中的に釣っていくんですけど、ちょっとまだね情報量がちょっと少ないんで、今ちょっと模索してる状態です。同じ道で今2回当たったんですけど、1
回針に触っちゃうともうさ、もう追ってこないみたいで、見せてるんですけどなかなか食ってこないですね。でちょっと餌のね取られ具合をちょっと見てみます。でどこが、あ、これ今現状3つないんですけど、針が全部ないんで、今のは全部フグだったっていうことで、これでまあ一つのパターンはもうまあ分かったん で次はね、その今度当たった棚に入れるとフグだってのは分かってたんで、次はねまた探しに行きます。もう一回パイロットして、フグなんで、もうちょっと今度ね下目見てみます。このビシャモンっていうポイントはカワハギも多いんですけど、北枕の多いポイントになるんで、その特に縦の釣りをやってると北枕とカワハギの当たり方、触り方を識別してかけに行くっていうのが必要になるポイントでもあるかな。北枕もさ、なんか最盛期に比べて当たり方がとろくない、弱いよね。まあ、まだそんなに触りも北枕もバリバリ触ってくるわけじゃないから、そうだよね、狭い棚で丁寧に探る方がいいような気が。探検丸見てても下の方にはね、なんかちょろちょろ出てるのは出てるんで、出てる、探検丸に出るってことはかなりいるよね。ねえ、あんまりベタベタでもダメだしな。同じパターンで2回食ってきました。いましたね。あ、いたね。おい、いましたね、1枚目。スナイパー持ちとは、こうやって前の手でしっかりとフロントトリガーを支えて、後ろの手でバッドエンドを持つ。こうやって持つことによって竿の操作性、例えば合わせが効いたり、波、うねりに対して合わせられる、こういった持ち方のことをスナイパー持ちというふうに呼びます。まあ、スナイパー持ちの利点、まあ、とりあえず一番はですね、疲れない。こう両手で構えることでですね、力が分散される。腕を上げるのではなく、やっぱり肘を上げて操作をするっていう、まあ、それはまず疲れない。でもう一つは、体から竿を脇の下に挟んでないのに、体が揺れても直接竿が動かない。まあ、腕がショックアームソーバーの役目をしてて、海が悪くても体から竿を離していることで穂先が常に安定する。今釣れた棚がだいたい20センチぐらいですと。なんでやっぱり魚そんなに浮いてるわけじゃないので、次は50センチ以下を探っていこうかなと思います。で、魚がやっぱり他の魚、北枕だと思うんですけど、それと一緒に混ざってました。1回目に当たったのはカワハギじゃなかったんで、まあ、でもその他にも寄ってるなっていう怪しいのはあったんで、誘い続けてたらカワハギになった。のでやっぱ50センチ以下を今度は丁寧に探っていこうかなと思います。もうそこだけを集中的に釣っていく。多分そんなに魚がいるような感じではないんで、もうその今当たったところが集中的に本当決め打ちですね。棚ずらさないで、もういたところ、もう集中的に釣ってて、でそこから下へ連れてってっていう感じで今当たってますよね。うわ、いきなりかかっちゃったから、これは違うかな。これはカワハギではないのかな。あ、これは違いますね。飛びつき系ですね。これはエソです。もう 今の段階で5センチ違っちゃうと、今5センチちょっと上で当たったんですけど、
あ、多分フグだなと思って下げていっちゃったらもう下はエソだよ。その間にいるみたいですよね。でも下の底も結構1メーターぐらい結構平気で上下しちゃうんで、そこを棚変えないといいようにやられちゃいますね。そこをやっぱり綺麗にトレースできる重りからの情報で、まあ、横の釣りってそれがやっぱり全てそこから組み立てるんですけど、まあ、縦の場合はそういう風に綺麗にトレースができる、下がこういう風になってるところを綺麗にこういう風にトレースしていくことによって、もう一回決まった棚がここで食うよって分かればね、結構絞りやすいんですよ、釣り方的には。なんか交互な感じですね。北枕いる、カワハギいるみたいな。あ、それカワハギっぽいですね。これカワハギっぽいですね。今ね、僕最初そのゆっくり誘って下目でちょっと低い活性のやつを釣ってたんですけど、でちょっとなんかいまいち食いが良くないんで、今度はねリアクションで釣っちゃってます。重りパン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 フラッシングさせて、中電を揺すってて棚下げないで、そのまま触ってきたやつをその場でかけるようにしてます。その重りをねこう揺すって仕掛け自体をこうアピールしてるみたいな、どっちかなんですね。それがいい時もあるし、もうピタッと止めちゃってゆっくり、まあ、佐々木君やってるみたくこう下げ戻していって、当たり見ながらかける。今も当たってたんですけど、多分それだとね、なんかゲストが多くなっちゃうような気がして、今はこうフラッシングでやってるんですけど、まあ、ゆっくりこう落としていく釣り方と、あとはもう決め打ちで振っていくか。今竿を変えてみました。柔らかめの番手から固めの番手に変えてみて、結構縦の方で反応がありそうな雰囲気があるので、風で船がバタバタしちゃうんだけれども、魚に合わせる、魚の方が速い可能性があるんで、ちょっと硬いので様子見てみようかなと思って変えてみました。ダメなら元にすぐ戻そうかなと思ってます。やっぱり縦の釣り、重りを切った縦の釣りをやってます。で、まあ、なんですけど、止めながらゆっくり落とすのではなくて、仕掛けを動かすけれども餌が微妙に動く、動きすぎない微妙なこの誘い幅で、上から下に誘い下げるときに、まあ、釣れています。前当たり、掛け当たりってあるんですけど、その、まあ、触りはともかく前当たりっていう、もう多分口にした当たり、まあ、触りっていうのは、まあ、周りに寄ってきた当たりなんですけど、それを察知した後に針を吸い込むまでのその時間が間なんですよね。だからその間がずれると、まあ、餌だけやられちゃうし、その間ってすげえ結構難しくて、その間を作る作り方がね、
人によってやっぱ全然違っちゃう。で一番簡単なのはその間もね、そのハリスの長さを変えたりして誘いはもう変えないでね、強制的にっていうか同じかけ方で、間を変えていくっていうのがやっぱ結構、大切になってくると思うんですよ。まあ、要するに魚が当たりを察知、魚が出した当たりを察知して、針にねパッてかけるまでが間なんで、まあ、そこがやっぱり一番重要でやっぱキーワードとして出てきます。魚が仕掛けの周りに寄ってきた寄りですね。寄ってから魚に食わせる誘いを入れる。で、フッキングを促しフッキングをさせる。これをしっかりとやってあげて、狙った通り1枚を釣る。これが釣ったというふうに言えることかなと思います。そう、縦の釣りの肝、まあ多分ね、肝っていうよりも、多分そこができないと、すべてそこから上の釣り方が成立しない。基本中の基本。まあ、そこがあって横の釣りがあって、その釣りがあって周期の釣りがある。縦の釣りができなければやっぱり、全てが組み立たないので、そこはねやっぱりきっちりやんなきゃいけないかなっていうのは思ってます。本日使ったロッドはステファーの SS シリーズです。一番の特徴はですね、高感度のカーボンソリッド、タフテックで、こちらをカーボンテープで強化したハイパワー X ソリッドを搭載している。こちらがポイントになっております。非常に感度はいいですと。で、特徴なんですけど、やはり X ガイドというのを使ってて糸絡みもしにくい。で、かつタフテック使っているので感度も高いので、いわゆるカーボンならではの手感度、これがしっかり出るのが SS シリーズの特徴かなと思ってます。さらにシートにはフロントトリガー搭載しております。まあ、しっかりとした安定感、こちらを増すことができるのがこのフロントトリガー特徴だと思ってます。やはり我々やってるスナイパー持ちですと前で誘うので竿の操作性、あとは安定感が増します。でもちろん両手で持つような方でも、例えば人差し指にかけていただくことで人差し指と肘、ここでしっかりと竿を固定して安定かつしっかりとした合わせも決められる。まあ、これがフロントトリガー、非常にメリットかなと思います。ステファーノの SS で4本出ましたけれども、はい、大体半年ぐらい使ってみてどうですかね。今までバリエーションできて3つしかなかったんですよね。でそれが4つ出てきたっていうことで、まあ、よりもうそのなんだろう、要所要所で使い分けが細かくできるっていうのが、まあ、今気に入って使ってますよね。なるほど、はい、高橋さん的にまずファーストロット1本目にするんであれば、はいはい、その SM、MH、WH、はい、どこを使ってきますか。もうねこれね、多分ガイ釣り師も結構考えると思うんですけど、その活性の高い低い、まあ、やる前に今日は釣れそうだなって匂うじゃないですか。わかります、わかります、うん、で結構活性が高そうで、まあ、魚が速そうで今日はなんかちょっと釣れるような気がするなって言ったら、もうファーストムービングロットはもう MH。 なるほど。で今日はなんかあれだな、水深浅いけど水温落ちてきたなとか、ちょっと活性低いんじゃないかと思った時はもう全く M で。なるほど、 MH か M。 そうですね、魚によって、はい、私もほぼ一緒で、はい、あ、最近の海を知ってる、まあ、あと慣れてる場所であればやっぱ柔らかめで目感度も出るし手感度もかなりよく出る竿だと思うんで M 使います。はいはい、逆にちょっと魚速いかなっていう時は MH を基本にして、あとはそれ WH に上げるか S に落とすかっていう使い方かな。まあ、まあ基本自分もそういう感じなんですけども、まあ、あとねその WH、 例えば MH 使っててなんかもう縦の釣りやっててもうちょっと上にいるけど、まあ、魚の種類が分別できないとかっていう時には、まあ、ちょっと1段上でね WH みたいな。で逆に M 使ってて、あ、もうちょっと目感が必要だなとかスローだなって周期使ったりっていう時はこう S にするっていうような使い分けをね、まあ、よくしますよね。なるほど、うん、やっぱりステファンの SS の特徴ってまずセンターカット2ピース、はいはい、2本分かれる、はい、これやっぱり電車の方にもいいポイントですし、はい、でやっぱ2ピースになることでバットパワー強くなるんで、はい、やっぱキャストする釣りであったり、はい、水深が深かったとしても、うん、しっかり合わせが効くって、そのモバイル性もあるし、まあ、あとは洗うっていうのもねやっぱりメンテもしやすいっていうのもあるし、センターカット2ピースを使っちゃうとなんかもうやっぱパワーね、今佐々木君が言った通りパワーがある時にはやっぱいいよね。そうですね。うん、でかつ
私やっぱ好きなのがこのフロントトリガー、はい、これフロントトリガーすごい安定するんで、はい、やっぱバットパワーもあってかつフロントトリガーなんで大型キャストする釣り、はい、どんな魚にも対応できるのかなって思いますね。そうね、もう僕もねそのフロントトリガーは一番いいのはまず操作性だと思ってるんですよ。でその次にやっぱ必要なのは会議って1日やっぱ何百って入れ替え上げたり下げたりっていう動作があるじゃないですか、はい、でこのフロントトリガーがたかがここに1本ついてるだけなのに指を1本かけただけなのに、まあ、30号の重りをね、扱った時にこれがまあ20号ぐらいの感覚でこう入れたり出したりっていうのかな、もうその回数やってもなんか疲れないような気がするんだよね。そうですね、うん、あとどうです、やっぱカーボンならではのメカン度みたいなものって何か使ってて感じるところありますか、はい、従来のこうモデルよりもまあ大きくメカンが出るんで、まあ、初めてやる方なんかは、はい、やっぱりこれぞカワハギ釣りっていうのが、まあ、味わえるんじゃないかなと。おっしゃる通り私もその感覚持ってて、ええ、今までにないメカン度が出てるな。そうよね、だからそれちょっと不思議な感じがするんだけど、穂先が震えたり持たれたりっていうのがこんなにはっきりと、はい、この穂先このロットは出るんだと思って。そうね、やっぱりそのメカン度の出方がちょっとやっぱ独特だよね。やっぱ大きく出るって一言で言っちゃえばそうなんだけど、ね、大きく出るだけじゃなくて要するにテンションのかけ方一つで震えが出たり、まあ、普通今までメカンとテカンっていうのは同時併用もあったんですけど、やっぱりどっちかに頼る部分があったんで、そうですね、偏っちゃいますよね。そうそうそう、どっちかに。これはなんか同時に出る時もあるし、もう両方併用して使えるっていうのがあって、うん、どの番手でもしっかりメカンも出るしテカンも出るなって思ってて、で WH だったらテカン寄りになるし、はい、SM だったらメカン寄りになる、うんうん、だから本当に併用できてるなって。そうそう思いますね。だから穂先が優しいっていう言い方をしちゃえば多分そういうのが、 WH だったらもうテカンが9割でメカンが1っていうんですけど、でもなんかこの差をそういう感じじゃないんだよね、まあ、確かに9対1なんだけど重りの操作性とか考えて重り1個の操作でその中の釣りなんだけどやむを得ず下に連れてってかけるような時にはきっちりやっぱメカンもついてくるじゃないですか。そうですね、うん、だから本当にカワハギを楽しめる、うん、目でも手でも楽しめるかなっていうのが、うん、このステファンの SS シリーズかなって思いますね。ではここで、まあ、カワハギ必要な分だけキープするためにですね、矢抜きの方法をちょっとお伝えしようかなと思います。まず釣れたカワハギですね、こんな感じです。お腹がこう膨らんでる、これ肝じゃなくて空気エアも入っています。なのでカワハギのですね、だいたい肛門のちょっと下ぐらいこの辺にニードルをプスッと刺すと今空気が抜けた音が聞こえたかもしれませんが、これでエアが抜けたのでバケツに離してあげると、まあ、これでバケツにキープしといて例えば最後に必要な分だけ血抜きをする、まあ、もしくはエアを抜いた後にリリースをする、そうすることで、まあ、しっかりと限りある資源大事に使ってカワハギを、楽しめるかなと思います。カワハギを美味しく持ち帰るたびにやっぱり肝食べたいですよね。綺麗な身を食べたい、そうなった時に大事なのが血抜きになります。カワハギエラを傷つけてあげることが大切です。なのでハサミで大丈夫です。ハサミで軽く開けてエラをちょきんと切ってあげます。で海水循環しているバケツの中に入れてあげます。そうするとカワハギの呼吸とともに血が抜けて綺麗な真っ白な身と肝が持ち帰れるという子たちになります。食の作法、今回は定番のカワハギの薄作りをご紹介します。まずはカワハギを3枚におろします。刺身を引いていきますが包丁を少し浮かせるようにして薄く切ります。この時ノコギリのように前後に扱うのは厳禁、刃の根元から先まで全体を使ってゆっくり切るのがコツです。お皿に盛り付けお好みの薬味を加えれば完成。
冬の肥えた肝と一緒にポン酢でいただくのがおすすめです。カワハギはまず釣って楽しい、食べて美味しい、もう両方揃っているのでぜひやっていただきたいと思います。で、まずは食べたいっていう気持ちでやっていただいて、そうするとカワハギ釣りの深さ、奥深さ感じていただけるので、今度は釣りたい、そっちに行ってダブルの意味でハマっていただけると嬉しいなと思います。カワハギ釣りって多分やられた方は分かると思うんですけど、まあ、結果がすぐ伴わない。でもやっぱりその諦めないでやっぱり通ってることによってですね、だんだん見えてきて面白みも増してくる。だからこそうちらもやっぱ毎週やらないと気が済まないみたいな部分もあるんで、まあ、ぜひね、これからやられる方とか今やられてる方も、まあ、その自分のね、フィールドに行ってその釣りの組み立てをきっちりして、もうその引き出しを作って、まあ、これから先ね、まあ、価値ある一枚って言い方をよくするんですけど、価値ある一枚をね毎週求めることで、これから先のね100枚につながるんで、まあ、ぜひねその辺はね頑張ってやってもらいたいと思います。